ですね、今日はこれちょっと音聞こえてると思うんだけど、ヘルテイカーっていう最近発売された、5月の初めかなに発売されたゲームがあって、悪魔の女の子を攻略できるゲームらしいんだけど、ね、やっぱ勇者なんでね、悪魔討伐しつつね、まあ平和に女の子を虜にしていけたらなというふうに思っておりますので、皆さんよろしければぜひ。ある朝君は夢を見た。悪魔の娘たちでハーレムを作る夢だ。うわ、いい夢。悪魔の娘っ子とイチャつけるんだ。俺の玉ぐらい安いもんだ。と君は言い放ち地獄に降り立った。まあ、めっちゃ言うなぎじゃん。パンデモニカちゃんって言うんだね。はじめまして。僕とお茶しない？いろいろって何？いろいろするんだよ。子供は知らなくていいことだよ。天才、あ、かわいい。公職悪魔のモデウス。モデウスちゃんって言うんだね。はじめまして。おっぱいおっきいね。おぉ、やばい、3人いる。3人いるが？探求天使のアザゼル。え、あれ天使少ない。キレイちゃん同業者いるけど。乱暴することもあるよね。だからほどほどが一番。愛しすぎるとみんな死んじゃうから。殺されるぐらい愛されてみて。なんともすごい話であります。もっと話していただけませんか？正体を知りたいであります。絶対この子闇落ちするよ。絶対この子打点するだろう。ちょっと待って。いや、草。ちょっと待って、クリアしちゃったわ。あ、かわいい。あ、なんか白百合ちゃん。なんか白百合ちゃんに似てる。ポキポキにしてやー。強キャラ版の白百合ちゃんみたいな。やっと会えたのは全ての試練を突破し、貴様は己の価値を証明した。魂を世に捧げると誓えば奴隷として寵愛してやろう。はい、女王様。結構だ、それよりハーレムに入らないか。いや、奴隷もいいけど、やっぱちょっと俺のハーレムに入らないか。何を、ザレる？これ、ザレるっていうのかな。戯れるもそうだけど。貴様は悪魔を奴隷にできるとでも考えているのか。おっと？うん。コーヒー炭製シミュー。チョコパンケーキがあるぞ。え、チョコパンケーキめっちゃいいじゃん。チョコパンケーキがあるんだって。まあまあまあ、ちょっと、ゆうなぎはパンケーキを一緒に食べたいです。なんだと、正気か、地獄の奥底まで来てパンケーキを食わせようというのか。え？いいんかい。今めっちゃ簡単だから死にに行ったんだけど。世の好物がパンケーキでよかったな。いいんだ。いいらしいですね。実はこいつの奴隷になるんじゃないかって期待してたんだけどな。ジャスティス、無益な摂取をさせるようなことは言うものではないぞ。おいおい、怒るなって。あんたもきっとメイドさんごっこが気に入ると思うぞ。メイドさんごっこしてくれるんですか？エレナと一緒にメイドさんごっこをしてくれるんですか？いいんですか？こんななんか怒りも怒りもみたいな女王様みたいな人がなんか、エレナとメイドさんごっことかし、いいんですか？そんな。ありがてえ。ありがてえ世界線だ。うわ、なにこれ？かわいい！今日はちょっと、この間ね、ヘルテイカー、第2回で終わる予定だったのに、最後のステージがクリアできなくて、最後だっけな？確か最後のステージだったはず。がクリアできなくてやばかったので、今日のこの1時間であのステージをクリアして、エンディングを見たいと思っております。これでクリアできなかったら、ラスト15分までにクリアできなかったら、ちょっとどうしようか悩んでて、もうエンディングを、エンディングなんか見れちゃうらしいんだよ。
確か。エピローグ見れちゃうらしいの。みんなと一緒にエピローグを見てしまうか、深夜に耐久配信をするか。深夜に耐久配信をするか。ま、この1時間で終わるだろうがな。コンコン。あ、あ、危ない。おい、運が良かったな。今すぐ俺の前から消え失せろ。消えろと言ったんだ、早く行け。まさかハーレムに誘うだなんてバカなこと言うなよ。不死身の苦しみの化身と一緒に暮らすだと、何度もいたぶって殺した相手と。待って、やばい、こういうの。君のこと傷つけたんだよ、私はって言ってるんでしょ。私は君のこと傷つけたのに、一緒に暮らそうって言ってんの、バカじゃないのって言ってるってことでしょ。えんも。他に道はない。やばい、口説き落としちゃった。それはラブコメか？初めて恋って感じが分かったかもしんない。胸がキュンキュンして止まらないの。もしかして私ずっと間違ってたのかな。ふむ、ならエルナとデートでも行く？そんな変態チックなことよく言えちゃうね。無理、待って、可愛すぎて吐きそう、可愛すぎて吐きそう、可愛すぎて吐く。何今の、やばくない？やばいんだけど。しかももう一回この会話見れないのが辛い。待って、噛み締めながら行かないと二度はこの会話見られないっていう、このやばい、やばいんだが。デートしようね、一緒にね。